海遊とは、海や川に生息する動物が、成長段階や環境の変化に応じて生息場所を移動する行動を。このように広い海域で移動を行う魚を、海遊魚と呼ぶ。これに対してほぼ同じ海域で新鮮を変えて移り住む、魚を定置魚と呼ぶ。一年のうちに海洋を数千数万キロメートルに渡って移動するクジラなどの海遊は、 渡り鳥の渡りに相当するものでよく知られている。しかし、抗義の回遊では、鈴木やヒラメのように沿岸の浅場と深場を往復する行動、またはうなぎ、鮎、サケなどのように川と海を往復する行動も回遊に含む。このような抗義の回遊を行う動物は多く、頻度や規模も多種多様である。回遊はこれらの動物を漁獲し利用する人類に、 とっても重要な事象となる。ザトウクジラメガプテラノービングリ大規模な勧誘を行う海生生物はクジラ、イルカ、マグロ、カツオ、カジキ、サバ、サンマ、イワシ、ニシンなどがいる。これらは高い遊泳能力を備え、餌の発生、水温の変化、繁殖期などの条件に合わせて夏には高緯度地方へ、冬には低緯度地方へという勧誘を繰り返す。 例えば北太平洋のザトウクジラは夏にはベーリング海周辺まで北上し冬にはバハカリフォルニア半島やハワイ日本の南西諸島まで南下する夏のベーリング海では日照時間が長くなってプランクトンが大発生しオキアミや魚類も増加するためザトウクジラはこれらの餌を求めて北上するまた冬にやってくる熱帯の海では繁殖を行う 巨類の海遊には次のような種類がある。海遊性を持たない動物が海流や気流に乗って本来の分布域ではない地方までやってくることがある。これらは海遊性がないゆえに本来の分布域へ戻る力を持たず生息の条件が悪くなった場合は死滅するので死滅海遊と呼ばれる。 死滅回遊という言葉は、本質的に回遊ではないことと、鮭のように産卵を死滅する回遊と紛らわしいため、繁殖に寄与しない分散という意味で無効分散と呼ばれることもある。メッキ2 0 1 7 1 1 1十3鹿島マコ駄ムダジニにも見えるが、もし海の向こうに生息に適した場所があれば定着し、新たな分布域を広げることができるので、全くの無駄地にではない。また、 気候変動や海流の流路の変動があれば、それまで死滅していた地域で新たに定着できる可能性もある。例えば夏の本州沿岸では、本来熱帯、亜熱帯の海域に分布する蝶々ウオ類やスズメダイ類などが見られる。これらは日本の夏を過ごすことはできても、冬の水温低下などにより死滅することになる。また、南洋に分布する浪人アジなど、平アジ類の幼魚が、 暖流に乗って北上することもあり、これらも、制御のように、大型化することなくやがて死滅するが、暖かい工業排水などを利用し、生き延びある程度の大きさになることもある。山と沼エビキャラダインなマルティデントタ。両側回遊を行う動物には、海の中を回遊するものだけでなく、川と海をまたぐ回遊をするものも存在する。これは当時、回遊と総称される。 一年のうちで生息場所を移動する者も,もいれば、生活感のある期間で移動する者も,もある。いわゆる川の動物として知られていても、実は一生のどこかで海を利用しているという動物は数多い。つまり河川の環境保護を考える場合には、その川がつながる海の環境にもまた注目する必要がある。当時、海遊は、 どちらをメインに生活するか、どちらで産卵をするかにより分類することができる。その他にも、当資、海遊に似た行動をとる動物もいる。ABCDE、富山と自然通貫48号、富山市科学博物館、2019年10月24日、閲覧。ありがとうございます。